ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆうたかさん。はい。今日は阪神中野選手のお話ですが、なんか阪神ネタ多いんだけどさ。そうですね、あの、まあ、岡田監督のファンっていうこともあるけども ね、 先日 ね、 あのね、そう、岡田監督にまつわる話が多いですが、そうそうそう、今回もまあ、そういうことですね。まあ、今回は WBC のね、うん、あの日本代表の相手の、まあ、中野の、うん、まあ、処遇というか扱いというか、はい、それを巡ってということなんだよね。今回もね、あの岡田監督のコメントから、はい、こう飛び出した内容ですが、うん、春のキャンプは2塁に専念させるよっていう話で、まあそうだね、はい、まあ、2月1日からねキャンプが始まるわけだけども、はい、まあ、その時に2塁手に専念させて中野を使いますよと、はい、やらせますよと、うん、でも WBC では、うん、遊撃ショートの起用、うんなのかなっていうしかないんだよ、うん、多分、うん、そう、守備固めでセカンドを守ることがあったとしても、うん、スタートで使うんだったらショートしかないんだよね、うん、それはなぜかというと牧と山田がいるということ、うん、ファーストには岡本とか、うん、山川とか、はい、いるということなんだよね。だからまあ遊撃手になるだろうなっていうような感じなんだよね、うんうん、だからどうなるどうするというこれはどうなるのっていうのとどうするのって、まあ、中野選手の心情ですか。まあそうだけど、うん、まあ、中野は、うん、昨年岡田監督が秋就任してから、はい、セカンドっていうことでセカンドのポジションでノックをずっと受けてそのセカンドのポジションに慣れようとしてるんだよね、うん、でそれはまだチームとしてじゃなくて、うん、個人として二塁手専念だったんだよ秋は、うん、はい、これどういうことかというと、うん、チームで秋は動いてないから、うん、その来シーズンを見据えた練習を主にやってるから、うん、はい、セカンドでしかノック受けてないんだよ、はい、大体が。それは今年、うん、セカンドに専念させるということで、はい、ショートは新しく選手を作るということで、はい、岡田監督が言ってた、はい、中野のショートはないって、うん、絶対もうセカンもう絶対ありえないって言ってるんだから、うんうんうん、今シーズンはね、はい、そしたら二塁に専念させる春のキャンプでね、はい、これはもう当たり前のことだよね。もうチームとしてね、そういう動きでしたもんね、うん、はい、で春のキャンプで何をやるかというと、はい、やっぱ投内連携っていう練習があって、はい、うんうん、ピッチャーとのコンビネーションだとか、うん、野手とのこうピボットプレーだとか、うん、ピッチャーとの牽制、外野手のカットマンの位置の確認だとか、うん、もし中野が肩が弱いってなってショートが強いってなるじゃない、うん、そしたらカットマンがショートが行って中野がバックアップに入る、そういうこうチームとしての役割を確立させなきゃいけない時期なんだよね、はい、春のキャンプって、うん、とても大事な時期ですね。でも、ものすごく大事、うん、はい、でも WBC のキャンプに中野を持っていかれると、うん、やっぱそのコンビネーションができないわけよ、うん、でもそれはもうしょうがないと、はい、岡田監督は。そうですよね、うんうんうん、だから WBC でショートで使うんだったら、うん、それはいいけど、はい、そのためにうちのキャンプはショートはやらさないよそのためにはっていう、うん、それは正論なんだよ、当たり前なんだよ、ね、でも栗山監督とすれば、うん、昨年までショートやってたんだから、うん、まあできるでしょっていうような、うん、ことなんだよね、うん、おそらく、うん、まあできないことはないよ、はい、だけどどっちにしろリスクを伴う、それは代表の場合にもチームに戻った場合にもということですか。そう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 、中途半端になる。なるほど。で、うん、やっぱこう秋からずっとセカンドでノックを受けてる、やっぱ感覚さえ戻ればショートなんていうのはすぐできると思う、自分がずっと長くやってたポジションは、はい、うん、まあだけどもやっぱそれでもショートの意識からセカンドの意識になると、うん、やっぱ全然違うしさ、うん、だから中野の気持ちの中で、うん、やっぱショートが負担になってきてるかもわからないよね、うん、本人としてはやっぱりこうもちろん代表として WBC に出たいという気持ちはあるけれども、そうそうだね、それをするのであれば、うん、やっぱそこは否めないというか、まあそうだよね、やらなきゃっていう、やらなきゃいけないよっていうところですよね、やらなきゃいけないけどもやっぱプレッシャーが全然違うから。そうですよね、うん、それでセカンド受けてやっぱスローイングとかいろいろしてると思うけども、うん、ものすごく楽を覚えてるよね多分、うん、でショートに戻るあのプレッシャーの中、ましては人工芝じゃない芝があるみたいな、うん、そんな中でショートをやらされる、やっぱ相当なプレッシャーがいるよ。ただスタートは源田っていうふうに思ってるんだけど俺は、はい、だからそこまでの負担をね思わなければいいんだけどもさ、うん、
まあだけどその1ヶ月近くいなくなって、はい、ね、で阪神に戻ってきて、さあセカンド守ります、うん、コンビネーションえどうなのみたいな、うん、そういうところがものすごく阪神にとってもマイナスだよね。これ阪神にとってはあの欠かせない選手ですし、もちろん、うん、ただ何があってタイミングがね、うん、合いすぎてますよね WBC とシーズンスタートの、まあ、中野にとって、うん、まあ、阪神にとってもそうなんだけど、うん、中野がコンバートされた一番大事な時期なんだよね、うん、だからその秋が大事なんじゃない、秋の練習が実って、うん、春のキャンプをスムーズになるために秋の間に一生懸命セカンドのことを教えてたわけ。そうですよね、まあ昨シーズン終わってから今までっていうのはそう、 そうですもんね。そう、それで、うん、あとはコンビネーションができれば、うん、これね結構ねコンビネーションって難しいからね、うん、あのちょっと遅れる癖を知る、それだけでも全然違うし、うん、やっぱねこうセカンドゲッツーの、うん、プレーがあるんだけど、ビボットプレーって、うん、これだけでもちょっとタイミングが崩れればやっぱゲッツーが取れないとか、うん、そういうことになってきてランナーが残る、うん、そのランナーが帰ってくるっていうケースもいっぱいあるからね、うん、だからすごく大事なポジションセンターラインっていうのは、はい、だからここを WBC で持っていかれるっていうのは、うん、ちょっとやっぱこう今年中野をショートで使うっていうんだったらさ、岡田監督が、うん、はい、これは全然いいんだけど、うん、今まで通りにやればいいわけだし、うんうん、だけどやっぱこう角度も違ってきてるから、だからそういう意味ではすごく中野にも負担がかかるし、うん、まあ、WBC の日本代表の中でもやっぱちょっと危険度はあるし、うん、まあ、阪神というのはコンビネーションという意味では少し遅れるだろうなという、ただな、まあ、中野のセンスからするとね、はい、まあまあうまくはこなすと思うけども、はい、うん、だけどちょっとリズムが崩れた時にやっぱ新しいポジションっていうのはなかなかこう立て直すのに厳しかったりもするからね、うん、うん、だからまあここら辺がこうどうするんだろうっていうのがね、まあ栗山監督と話し合うって言うけども話す余地なんかないよね。話し合っても、うん、もう選択肢は一つのような感じはしますが、まあそうだね、だからその内定者が WBC 内定者もほとんどもう決まってて、うん、はい、まあほぼ発表に近い、はい、まあ正式発表が26日って言うけども、うん、いやだけどもうほぼもう正式発表になってるよね、うん、だけどもう一人俺ねショートができる人間入れといた方が WBC はいいと思うよ。これ候補がまたショートの候補がなかなか難しいですね。まあなかなかね、まあ、坂本が辞退したとかね、うん、まあいろいろあるし、でも今宮とかそうですね優秀な人間いるけどね、うん、だああいう大会でね小園とかね俺活躍しそうな気がするんだよね、うん、だああいうのにもうこう目を配っといた方がいいのかなっていうようなね、うん、そんな感じもするけどね、うん、そうですね、うん、ただこの件でね岡田監督と栗山監督が話し合いをして内定がなくなるとかそんなことになるとそれはそれでまた、まあ、中野は嫌だよね、いろんなそう思いがありますよね、まあ、これなくなるっていうことはないけど、うん、まあ、岡田監督が言うのと栗山監督が、まあ、例えば話し合ったとしても、まあ、平行線だよね。そうですよね、まあ、お互いに分かりましたと、いやでも俺はもう春のキャンプは二塁専念だよと、いやそれはもう栗山監督も分かってますと、はい、だけど WBC ではやっぱショートで使わせてくださいと、うん、それをもう出すんだから自由にしてくださいと、まあ、もう中野大変だよ、はい、一番それをうまくやっていかなきゃいけない。そうだね、だからキャンプの組み立ても、うん、その中野中心に、まあ、やっぱこうなんていうのコンビネーションだとかね、うん、そういうものをこうタイミングを合わせておく練習が多くあるのかなと思うよね最初のうちはね、うん、だから、まあ、一つの大会、うん、WBC というものがね、うん、まあ、こういうところにもこう波紋を呼ぶというか、うん、まあ、WBC というのは素晴らしい大会で、うん、これはもうあって当然、はい、いいとは思うけども、はい、やっぱこういう負担もあるということだよね、うんうん、まあ、岡田監督いや今年はやっぱりこう優勝を狙ってると思うし、うん、その中で二遊間、うん、まあ売りだと思うんだよね、はい、中野をわざわざセカンドにして、うん、ショートを誰かを作るっていう風なことまでして、ね、センターラインの強化を図ってるわけだからショートのベストナインだった中野選手ですもんね。そうそうそう、うん、いやだからそういう意味では、うん、一
番ポイントを握ってる選手かもわからないよね、うん、守りの中ではね、うんうん、だからそういう意味ではうまく立ち回ってうまくこなしてくれればいいなっていうふうに思ってますよ。はい、はい、もうそういった意味でも WBC での活躍と今後のシーズンでの中野選手すごく注目ですね。そうだね、だからね、うん、キャンプ始まったら、うん、阪神の中野がどういうようなことで動いてるのか注目だし、まあ、WBC のキャンプが2月のちょっと頭の方から始まるよね、うん、まあ、それを中野がどういうふうにこなすのか見てると楽しいと思います、うん、なんか中野選手にこういうのがポイントだよコツだよみたいなことはないんですか、江中さん。あ、まあただね、はい、あのショートをやる分には、うん、やっぱり今までこう経験していることがあるから、うん、これはね全然大丈夫だと思う、はい、ただやっぱり一番不安なのは、うん、今年春のキャンプでコンビネーションだとかそういうものを組み立てようとしてたのが、うん、これがなんかちょっと遅れたりだとかするからね、うん、まあ焦らないことだよね、うん、うん、あ、そこだね、はい、だけどちょっとしたコンビネーションのズレがミスにつながったりだとか、まあ、失点につながったりするのが野球だから、うん、まあ、そこら辺はやっぱこうね研ぎ澄ました神経で春のキャンプが入った途端にセカンド、うん、そこら辺は集中してやっといてほしいなと思うよね、はい、はい、頑張ってくださいよ、はい、はい。